ちょっと無理。今回は信長の野望申請実況していきたいと思います。前回はようやく上杉家を滅亡寸前に追い込んだところまで。ようやくという感じだね。ただ、軍神献身はまだ健在だから気は抜けないよ。北陸での戦いはなかなか見厳しかったからな。最後は物量で押した感があるのにそれでもというところだったからね。補給線が伸びて、前線の城はボロボロ。ここからどう立て直していくかが課題だな。そうだね、まずは上杉家を滅ぼしてからその後のことは考えようかな。そこからが東国攻略のスタートでもあるしな。で、上杉家を滅ぼすと怖くなるのが、北条家だね。育ってる城は育ってるな。一万単位で動員できる城が多数あるね。関東でゆっくり内政していた成果か。で、武田家も今川家もなぜか健在と。そこが不思議なところだよね。早速だけど信濃と北陸の城に動員をかけて上杉家を滅ぼしにかかるよ。沼田城を攻めつつ、北陸勢で一号を攻める。北条家との隣接する城になるから少し怖いけど。滅ぼすためには攻めないとどうしようもないからな。兵糧収入が少ない城があるな。国高上げていかないとどうしようもないかな。領内諸作頑張らないとな。そう考えるとなかなかに忙しいんだよね。越後川にも兵を向けているから沼田救援の部隊が引き上げた。うまく陽動をかけていかないと楽に勝てないからね。何かとうるさい。権限のいいところと悪いとこはだね。沼田城に波で上杉勢と激突。ここで赤松家を吸収した。秀吉に与えて浮田家を攻めさせようかな。徳川家が動いてるけど、武田家にとどめを刺そうとしてるのかな。人思いに滅ぼしてやればいいのにな。本当にね。向こうにはまだ足りぬ。沼田城はなんとか攻略できそうな予感。城を攻めるだけの余力があればいいけど、神聖はたどり着くだけで兵糧が尽きる時があるからな。腰兵糧の管理がほんと重要だよ。良い多城で献身が頑張ってる。余力は尽きてるはずだからなんとか撃破したいところだよ。城を落としてこようぞ。はは。沼田城攻めは苦しい状況に。援軍を送らないと攻略は難しそうだね。献身勢を撃破した。良い多城はなんとかなりそうかな。お船さんはなかなかに頑固。夫がいるから仕方ないね。沼田城には援軍を送った。坂戸城へも攻め込んでいるから沼田への援軍はもうないはずだけど、ここで良い多城攻略。あと何個だろ。まだ北越後が攻略できてないからな。直江さんが寝返った。上杉家の崩壊が始まっているね。お船さんはダメだけど、あとは土地を、坂戸、沼田、柴田の4つだな。このまま押せるところまで押したいところだね。目指せ、上杉家滅亡。普通なら簡単に滅ぼせる国力があるはずなんだけど、神聖のいいところでもある。終盤の作業感がないのがね。ほんと力押しできない。兵糧足りないとかなり厳しいからな。合戦をすればいいみたいだけど、信長様がここまで来るのがねー。漁場移転も考えないとダメかも。そうだね、西は秀吉に任せて信長様は東の攻略を頑張りたいところだね。役割分担が重要。浅井家も吸収した。これで優秀な武将を確保できたね。長政にお市様も帰ってくる。強い武将は馬車馬のように働かせないと。坂戸城攻略。これであと3つだね。時尾城より先に柴田城攻略。あと2つ。西では秀吉が攻勢に出て光月城を攻略。このまま浮田家を滅ぼしてくれたらいいんだけどね。沼田城での激闘が続く中、伊達家が動く。5万。数は大したことないんだけど柴田城に動員できるかが問題だよ。尾張とか美濃の城からじゃ遠すぎるもんな。なんとか兵をかき集めて防衛しないと。1万ほどを柴田城の救援に送ったけど、全然足りないよな。あと4万以上どこから動員しろと。北陸勢は上杉家攻略で消耗してるしな。ここで沼田城攻略。
信濃勢を動員すればなんとかなるかな。沼田城攻めで消耗してるけど少しは回復してるかも。よし、信濃と北陸の部隊に動員をかけよう。動けそうな部隊を柴田城に向かわせつつ、土地城もあと少しだね。ここで、安土城築城開始。こうなると安土城から動きたくなくなるけど、そんなことをしていたらいつ天下統一できるかわからないからね。となると、信長様が動かないとどうしようもないんだよな。奥の居城に引きこもってるわけにはいかないからね。お任せください。結構テンション高いな。築城するときはみんなこんな感じなのかもね。やってみせましょう。新しき、ここで天使が登場。ここで、安土城にではなく東へ居城を移転させてみようと思うよ。ついに清須から動くのか。上杉家と戦っている間に9万円近く貯まっているから移転費用は問題なくあるはずだしね。どこがいいかな。できる限り東が統治範囲に入るところがいいんだけど。沼田はダメな気がする。それもあるし、金銭収支が赤字になるね。豊かな東海からの収入が激減するからな。統治範囲システムはほんと厄介だよ。どこがいいかな。どこも大体赤字になるというね。春日山は越後の主城だけあって赤字幅はかなり小さい。だけど、東を治める城としては少し弱いかな。十分だと思うけどな。悩みに悩んで。坂戸城にしてみたよ。まあ、この失敗が台が3つつくくらいの失敗なんだけどな。居城の移転はほんと難しいよ。改善するのは当分先なので厳しい戦いぶりを見ていただければだな。伊達家が迫り来る中、ようやく時を城を攻略して、上杉家を滅ぼすことに成功。謙信が採用できるかどうかが気になるね。どうかな、相性は悪そうな気がするけど、いるな。城がつくほど優秀だね。普通に登用できた。驚きだけどこれは嬉しいよ。寿命がヤバそうだけどな。生きてる間は働いてもらうよ。願いらなかったのは一人だけ。剣心は侍大将スタートか。なんとか伊達家を撃退しようか。できたら反撃もな。え、まさかの北条家が動いた。それも今18万って見えた気が。北条家の全力じゃない。これはかなりまずい展開かも。沼田城を守れないと一気に東側を失うかも。守り抜くだけの兵がいないんだけど。伊達家もなんとかしないといけないし。そうだ、徳川家に援軍を頼もう。防衛ならタダでお願いできる。徳川勢が頑張って守ってる間になんとか迎撃の準備をしよう。捨て駒にされる徳川家かわいそう。織田家のおかげでここまで大きくなれたんだから多少返してくれてもいいでしょ。とにかく動員できるところから動員しまくって沼田城を守るよ。徳川勢による防衛戦が始まってるけど、どんどん来るね。ここで沼田城の修復が完了。これで少しは時間を稼げるはず。柴田城はかなり厳しい。これは無理かな。柴田城を放棄して前線を下げるのもありかも。ここで畠山家の吸収が完了。これはいいかも。北陸勢が強化されたと思われ。越後方面への援軍は北陸勢だけでなんとかなるかな。ここで収支改善のために軍団を新設するよ。軍団の上納金で赤字を減らそうって作戦。ただ、尾張と美濃は沼田城への援軍で使うので預けられないから。すんごい範囲が限定されたな。これでどこまで収入が伸びるか。利家、上納金きちんと納めろよ。編成しても毎月1600円の赤字だし。漁場移転は本当に厳しい。柴田城防衛は強撃されてかなり苦しそう。引くわけにもいかないしどうしようもないよ。援軍は来てない。柴田城は放棄かな。戦になるぞ。陣を整えるんじゃ。徳川勢が壊滅していく。向けねばならぬ。まずい、あと1部隊しかいないよ。織田家の援軍はまだ到着に時間がかかるし、
柴田城は無理。伊達家ごときに負けるとは。後でリベンジだな。そうだね、再戦の時には絶対勝つよ。徳川勢の沼田城救援が終了。少しは時間を稼いでくれたはずだよ。沼田城への道が狭いおかげでなんとか守れてる。けど、ここで柴田城が陥落。前線を少し下げて調整したと言い訳しておくよ。柴田城より沼田城防衛の方が優先度が高い。ここを突破されたら信濃と越後、両方を守らないといけなくなるから。それでなくても伊達家の対応もあるのにな。北陸勢は良いた、栃尾の防衛に向かってもらうよ。伊達家がそのまま攻めてこないとも限らないからな。戻るとまた来る時間がねえ。部隊の進軍がかなり時間かかるからな。当然といえば当然なんだけどね。城へ戻ります。信長様は動けず。城の兵が全然回復してないから。それでも少数の兵を率いて援軍へ。少しでも時間を稼いでもらうよ。秀吉は絶好調。東が厳しいから西の秀吉に頑張ってもらわないと。粘ってた遠山勢が。これは限界だね。これで沼田城を守る部隊がいなくなった。信長様が到着すれば。と言っても兵数が。あと少しで庭勢ほか終わりと美濃の部隊が到着するから。あとは北条勢は渋滞している間も腰兵糧を消費しているから。時間が経てば経つほど有利になるわけか。持久戦は防衛側に有利だから。後ろにいる北条勢の腰兵糧が赤表示。お差しで、なんとか持ちこたえろ。激しいねー。厳しいけど、援軍は近づいてるから。これで兵力差は逆転。沼田城はなんとかなりそうだね。ここで伊達家が再度攻勢に。この野郎。7万と柴田城攻略時よりも動員してきやがった。狙いは良いたと栃尾かな。沼田城防衛はあと少しで終わりそうだし、部隊を越後に向けるべきかも。そうだね、北陸勢に再度動員をかけよう。ここでお金が尽きてサブスクが全解除に。もう一度取り直せるのはいいかもね。前向きだな。で、収支は1万3000円近くの黒字に転換。サブスクにどれだけ課金していたんだという感じだね。必要なのは再度加入しておかないと。そうだね、今必要ないのは放置して必要なのだけ取り直そうか。必要なのは制度改新と海上輸送。当時両方に。天下富舞は強力だけどお高いから見送り。まだ1万円以上収入があるから。楽一楽座と艦外整備も。こんなところかな。また後で必要になり次第追加していくか。賀門さんが退却して、またも沼田城が攻められる。斉藤歳三がついたからまた迎撃戦だよ。ギリギリのところで持ちこたえてるな。金山とかいいな。金収入は伸びてるのかな。なんとか援軍が間に合った。北条勢の腰兵糧はそろそろ限界そう。あと少し持ちこたえればなんとかなるね。幸せ。城攻めを始めよう。また兵数差が逆転した。あと少しだからなんとか持ちこたえてほしいよ。西では毛利家が動いた。秀吉がなんとかするでしょ。助力を求められたけど、利家軍団に支援を指示してあるからなんとかしてもらえばいいよ。うちは北条家と伊達家の攻勢への対応でいっぱいいっぱい。さあ行くぞ。毛利家に攻められてるのに天神山城攻略しやがった。秀吉はほんと優秀だよ。寝返らないの。中精度真っ赤っかだったのにね。ギリギリの防衛戦が続いてる。土地をとよいたで伊達家の攻撃が始まったようだね。できる限り動員したからなんとかしたいところ。陣を
どこもかしこも限界だ。なんとしてでも持ちこたえてみせるよ。ヨイタと栃尾の線を越えられるとかなり厳しくなるから。その後ろは坂戸に来た城だもんな。さすがに大名の居城を危険にさらすことはできないよ。こまめに部隊を動かしつつ伊達家の迎撃。兵数的には負けてるからかなり厳しいよ。もはや戦いぬか。名の者、戦の支度だ。お命令を。兵が回復してなくてもどんどん動員。次なる手立てはいかにせん。ギリギリのところで守るしかないよ。北条家は兵糧切れでもうじき終わるはず。粘りがちだね。てか、もう一度目だし。18万もの攻勢を耐え抜いたんだね。言葉がないな。もはや戦いぬか。ヨイタ城への攻撃が厳しい。伊達勢も兵糧がギリギリだからなんとかしたいところだよ。こっちも自給作戦か。活路は自給しかないね。北条勢があとこれだけ。けど、織田家も2000もいないよ。ギリギリの戦いすぎだ。不覚だが、尻族しかあるまい。杉浦さんが、討ち死にした。どこもかしこも激しい戦い続きだよ。北条勢はもう少しで撃退。ほんとカツカツだよ。10万規模で動員できる大名との戦いはきつすぎる。ほんとにねえ。沼田城防衛成功。あとは伊達家だけだけど、かなり疲れたので今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。